YouTube を始めて3年半、一つの目標だった、視聴回数100万回に達しました。皆様、ありがとうございます。そこで、今回はチャンネル内の動画を紹介しようと思います。結構どうでもいい雑談なので、暇な方だけがご視聴ください。まずは、いきなりどうでもいい話ですが、この3年半でアップロードした動画の数は511個あるのですが、その中でも、視聴回数が少ないトップ4を紹介します。この公演の動画は、アップロードしてから2年半経ってるのに、たったの18回です。2番目に少ないのは、限定公開してる動画なので、偶然発見しない限り、この動画を見ることはできません。3番目に少ない動画は、テレビでも紹介された吊り橋なので、暇な時に行って撮影してきましたが、たった29回です。ちなみに、試しにこの吊り橋を検索したら、他の方も出してる人いました。4番目に少ないのは、NHK 大河ドラマの、ナオトラが放送してた時に、紹介された場所です。私はそのドラマを見てませんが、チャンネルを作った当初は、ネタを思いつかなかったので、とりあえず行って撮影してきました。ちなみに、同じ場所を撮影してる方で、上空からドローンで撮影してる動画がありまして、そっちはすごい光景が見れます。もう一つ、ちなみに、今まで511個の動画を出してきましたが、そのうち、視聴回数が100回未満の動画は、40個あります。逆に、視聴回数の多い動画は、この3つです。また、視聴回数1000回以上の動画は、219個あります。この2番目に多い、確定申告の動画ですが、3月19日から急激に上昇しました。確定申告の時期ではありますが、なぜか1週間だけ伸びて、あとは落ち着いてきています。それまで視聴回数1000回くらいだったのに、謎です。あとは、個人的に見てほしい動画の紹介です。まず、この借りてきた子猫が大暴れって動画ですが、私のチャンネルは、動物の動画を出すと、登録者が減ることが多いです。次は、仕事場を48箇所変えたシリーズですが、作っても視聴回数が増えないので、飽きてきて、7個目までしか作っていません。あと、コロナの影響もあって、その仕事場の撮影ができないってことも原因です。3つ目は、資産の分散投資の重要性です。最近は、株価や、貴金属価格の急騰、他にも、仮想通貨の乱高下がありますが、そういったことも含めて説明しています。かなり重要なことを解説してる動画なのですが、いまいち視聴回数が伸びません。4つ目は、解体業者の PV 動画の撮影を、横から撮影してるものなのですが、一番見てほしい動画、なのに、全くヒットしてくれません。ちなみに、あの一部では有名な、今井大輝くんが出てるのに、検索にも引っかからないようです。5番目は、モールス信号を、語呂合わせで覚える動画ですが、今までの中で最も、作成に時間がかかってます。英語バージョンもあるのですが、この日本語の方が、言葉を考えたりしてるので、2ヶ月くらいかかってます。そして、6個目は、年収公開です。YouTube の収益まで公開していますが、あまり興味がないのか、1000回も言ってません。あとは、このチャンネルを、どういった方々が、視聴しているのか、っていうデータが見れます。それによると、性別は男性が8割、女性が2割です。最も視聴している、年齢層は、45歳から54歳でして、視聴している国は、日本が 98%、他は、細かい国がいろいろ出ています。何の動画を見ているのかまでは、よくわかりません。ちなみに、モールス信号の動画を出して、半年経つのですが、この動画の影響で、視聴者の年齢層が、一気に若返っています。性別は、男性 75%。女性 25% くらいです。
驚くべきことは、モールス信号と言ったら、昔の伝達手段って感じるので、視聴者層は、60歳以上って感じだけど、実際は、ほとんどが24歳以下です。書き込み欄を見ると、どうして若い人が見てるかっていうと、潜水艦のゲームや、アニメの中で、モールス信号が出ていて、それで覚えてみようって思うようです。ちなみに、モールス信号関係の動画は、他の方々も色々出してるのですが、イラストを使って、ここまでシンプルに、作った動画は、ないと思うので、もっとヒットしてほしいと感じています。あと、私のチャンネルの視聴回数は、1日平均1000回前後なんですが、その時期だけ、異常に伸びる時があります。例えば、賃貸不動産経営管理士、という試験があって、過去問題の解説をしてる動画があります。この試験は、毎年11月にありまして、その1ヶ月前から、試験日の前日まで、すごく伸びます。なお、確定申告の動画も、この時期だけ伸びます。その時期を過ぎると、1日1回も視聴されません。あとは、何かの試験日近くになると、少し伸びて、試験が終わると、1ヶ月で、視聴回数が0回ってのもあります。そして、謎なのが、何の前触れや理由もなく、いきなり、視聴回数の増える動画が、たまにあります。例えば、この、マムシ焼酎を作るって動画、普段は、1日多くて20回なんですが、1日200回以上、の視聴って状態が、2週間だけ続きました。そして、今はもう普通に戻ってます。調べたら、他のチャンネルの方が、マムシ関係の動画を出して、おすすめ動画から、流れてくるようです。ちなみに、個人的な考えなんですが、登録者が1000人、や、3000人、行った後、の数日間や、一定数の視聴回数に達した後、運営が、ブラウジング機能で、上位に来るように、してくれるような気がします。このブラウジング機能は、例えば、猫って検索して、猫の動画を見ていると、この人は、猫に興味があるんだと認識され、次から、猫の動画ばかりが出てくるシステムです。私は、ハゲてませんが、家計的に心配だったので、ハゲ関係の動画を見てたら、一時期、髪の毛に関する動画ばかりが出てきて、コマーシャル広告まで、育毛剤ばかりになりました。その、典型例が、この動画です。これは、スズメバチの巣を撮ってる動画ですが、チャンネルは、いとこのものです。撮影は、私がやってますが、いろいろお粗末な動画なので、評価のところが、すごく悪くなってます。ですが、視聴回数は、7万回を超えてるんです。このように、バズることもあるので、何が起きるか、わかりません。あとは、本当に単なる雑談になります。某チャンネルのライブ配信の時に、突然理由もなく、バズった人が来てたことがあります。ちなみに、バズるとは、流行り出す、の意味です。ピタゴラスイッチという、おもちゃで、子供が遊んでるだけの動画なのに、数千万回の再生になってる動画があります。何が原因でバズるかわからない、本当に宝くじに当たるような感覚で、突然、視聴回数が伸びることがあるようです。私のチャンネルで、そんなことが来るとは思えませんが、少し期待はしてしまいます。そういえば、もう一つ、YouTube の収益のことで、言い忘れていました。視聴回数が、100万回だから、結構お金になってると思われてしまいますが、私は、収益化するまでに、2年かかってるので、思ったほど、稼げていません。年収公開動画、見ていただければわかりますが、そのくらいです。この画面に、その年収公開のリンクを、貼っておきますので、最初の方だけ見てくれれば、いきなり発表してます。というわけで、この眠くなるような、棒読みちゃんで、
チャンネルの紹介をしました。ご視聴、ありがとうございました。